皆さんこんばんは。新しいライブのご用意ができましたので、はい、新しいライブのご用意ができましたんで、ご移動お願いいたします。びっくりしたな、さっきチャット見て、これ表通りやからね。はい、とりあえずご移動お願いいたします未明らしいですよ。で、LINE で送ってきていただいた画像があったんで、みんなに今見てもらっています。どこなのかな、分からない。はい、これが火災の模様だそうです。僕見る限りはね、これはチャットジャックの中なんですけど、これちょうどね、再開発で道路が広くなってるんですよ。のとこだと思うんですけどね。クルクルマップ見てみよう。
こだ、まあ、本来こうだ。伸ばせれない。これ以上伸ばせれない。多分映ってるのここだと思うんですよ。ここだと思うのね。僕が見る限りは。で、ベタ通りはこれなんでね。一つ建物違うんですよ。ここじゃないかなと思うんですね。今朝の未明らしいで、はい、皆さんこんばんは。ねえ、残念です。ここはね、もともと狭い路地で車1台、やっと通れるぐらいのもんだったんですけども、まあ、ちょうどね、ミクスティチャトチャックの再開発に伴って見ての通り広いですよ。広くなってる。まあ消防車入れるよ。だからこれ多分表通りですから、まあ、悲しいですね。主にね、まあ鳥もいたし、まあ熱帯魚もいたし、金魚もいたね、本屋さんが多かったです。残念で。まあおいちゃんから送っていただいたんで、アンクルベンさんのお店は大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。だ、建物違うと思うんですけどね。火事の音、ごめんなさい。はい、申し訳なかったです。いやー、これはね、かなりかわいそうですね。鳥さんがいっぱいいたのにね。まあ動物って言っても小動物なんですけどね。野生動物は今ほとんどこういうとこでは売ってないと思います。ワシントン条約かかってるから。
はい、これが今日の様子らしいです、痛ましいな。あれが、あれがミクスチャートチャックやからね。これベタ通りなのかな。これ入ったところの奥やな。これトドのつまり、ここがだましいですね。ミーミーさんこんばんは、リリーさんこんばんは。飛んで逃げられる生き物なのに逃げられないのが痛ましいよね。細井さんはベタ通りって書いてたけど、これあのベタファームが全部焼けたって、あのベタ通りが全部焼けたって聞きました。いやーひどいですね、残念ですね。コロナ明けでね、やっとこれから頑張ってって言う時なんですけどね、大打撃ですね。ゆきちゃん、ベタファームが、ベタ通りが燃えたっていうのは、どこの情報？118店舗が全焼って書いてあった。誰かの LINE にベタ通りって書いてた。なるほどね。そうか。これは皆悲惨やで。これみんなあのベタ通りに固まってるからね。そうか、これがこれの118店舗ですか。これは悲しすぎるね。
みんな気のいい人ばっかりなんですけどね。いや、痛ましいな。そうか。ここね、この僕のこっから左へ入って、あの右、この画像で言うとこの突き当たりから左へ入って1、2、3つ目の通りや、二つ目の通りか三つ目の通りなんや。ミクスチャトーチャックがあそこにあるから、まさにこれベタ通りの二つ右の大通りのとこやね。これは大変です。はい、ルナさんこんばんは。いやー大変です。まさに俺このここの近く いつも行ってるとこなんですよ。大変な人もショックでしょうね。はい、ありがとうございます。僕はクリームプードルさんのチャットで知って、そしたら LINE 見たらね、おいちゃんからこの写真送ってきてくれてた。はい、お悔やみ申し上げますやね。わあ残念です。はい、皆さんこんばんは。遅くなりました。いやー僕ね今日全く LINE も何も見てなかったんで、このニュース衝撃なんですけどね、ニュース衝撃だったんですけど、はい、まあね朝の4時っていうことは人は誰もいなかったと思うのね。だから人的被害でもね、中で寝てる人がいるからね。そやんそやん、ベタ通りの人は寝てないけど結構上に寝てる人もいたからね、大丈夫だったんだろうか、僕も心配です。はい、皆さんこんばんは。高知熱帯魚サービスの久竹です。さあ質問箱来てるかな。一件だけ質問来ています。
SO さんからいただいているんで、画面キャプチャーで、ベタの最適な PH について質問させてください。以前相談させてもらったかったプラカットの子が夜かゆがるのを心配してたのですが、マリックリーフを入れ始めてからかゆがるのをやめて調子が良くなったと感じます。しかしマジックをリーフを入れて2日目からいつもおとなしくなるので、なぜだろうと思ったらホースがかなりヌルヌルして今日 pH 測った 6.2 と出ました。この前社長さんがベタちゃんは pH は 6.5 以下は良くないと言われた記憶があるので、マジックリーフを入れると pH は一気に下がり水も汚れてしまいますでしょうか。初心者の質問。これね、マジックリーフを入れたらあののが原因で下がってるとも言い切れんのよね。水換え 100% されてるかな。水換え 100% されてたらあまりここまでは下がらないと思うのね。水道水は少なくとも pH 7.0 あります。pH の測り間違いで 7.5 でした。ああ、そうなの。おい、測り間違いというか、何が基準が正しいのか本当にわからんなるよ。7液構成のね、デジタルタイム、デジタルで測れば、ある程度正確には出るけど、あと、まあ、テトラの、液で調べるやつね。あれはある程度正解ですよ。ところが、紙のやつ、信用しちゃダメよ。マジで信用しちゃダメ。紙のやつは。どこのやつも。それと、劣化してる可能性もあるのね。だから、紙のやつは、本当にわからん。あと、ゴークさん、こんばんは。ケンちゃん、チャトチャックで火事やって、火災やって。画像。チャトチャックで火事だそうで、あーやっぱりそうね、 7.5 だった。はーい。でヌルヌルが湧くっていうのは、一度ねハイター消毒したらいいですよ。水槽を、水槽ハイター消毒したらいい。そうすればヌルヌル1週間やそこらでは出ないから。だから、一度お魚を何かにとっておいて、水槽を一回ハイター消毒してください。キッチンハイターシュッシュッとやってね、スポンジで、拭いてあげて、15分から30分置いて、水洗いで結構です。それですれば、いや、紙はね、その誤差が大きすぎる。だから信用しちゃダメですよ。これし、ケイチとかも全部そう。紙のやつは信用しちゃダメです。だからマジックリーフ入れたら一気にペーハーが下がるということないのになんでかなと思ってた。いや、全く大丈夫ですよ。赤ちゃんにミルトンするでしょ。ミルトンするでしょ。だから、ハイターは洗い流すから大丈夫です。ハイターも塩素。水道水に入ってるカルキっていうのも塩素なんです。だから、水洗いすれば全く問題ないです。これは、大体、ヌルヌルするっていうのはもう、良くないバクテリアが湧いてるんです。
はい、それが原因かもわからないです。一度あのお休みの日にでも、水槽丸洗いしてみてください。1週間経ってもヌルヌルは出ないです。はい、まあ何でもええけどね、クリーンプードルさん、水洗いさえすれば、あの、まあキッチンアワーハイターがシュッシュッシュッってかけれるから便利っていうぐらいのもんよね。僕はね、あのキッチンアワーハイターも使うけど、あの容器にハイター入れて、キッチンハイター入れてシュッシュッ空になったらね、安いんで使っています。そうそうそう、キツネちゃんの言う通りやね、全く怖くないですよまあぜひやってみてください。そんなにね、一か八かみたいなやつじゃないから。はい、みるみるちゃんはコスパ重視で衣類用ハイター使っています。はい、ぜひやってみて、まあ大丈夫ですよ。あの、っていうのは、うち毎日ハイターかけてるからね、水槽に。水槽に毎日ハイターかけてるよ。ということで、さあ、しかし、あれやな、みんなかわいそうやな。僕、ワイルドベターの友達も、電話してみようか。はーい。はい、水曜は朝一に3件コメントいただいてます。ハバグッデー。はい、かなえちゃんありがとうございます。ももさん今朝は暑いです。はい、そらてんにいさんおはようございます、ということでコメントありがとうございます。いやいや、マジックリーフのせいではないと思うけどね。急に湧くんじゃないでしょ。徐々に増えてくるんやけどね。あのヌルヌルのやつはあんまりバクテリアではないと思うんです。はい、かなえちゃんこんばんはでーす。はい、ありがとうございまーす。はーい、あんまり伸びんかったね。徐々に湧いてくる。ただまあ、あのマジックリーフにも菌がついてるから、それが原因かもわからんけどね。まあまあ、出たらハイターかけることですよ。それが一番、それが一番早道で。リリーさん、急に暑くなってきたので水の汚れが早くなりました。そうですね、はい、お大事にしてください。はい、コミュニティでーす。
これやったかな、舞茸やったね、これやったね、舞茸はい、今日のお題です。次の中であなたのモットーにするならどれですかね。モットーなんとかなるぜ。何事も楽しむ、誠実でいよう、気楽に行こう、自分を愛そう、平和が一番、あんたが二番ってどんどん。はい、マジックリーフを熱湯消毒したり煮出しする人もいますね。あ、煮出しいいですね。はい、ありがとうございます。ポンナンさん、今実は辛いことが起こってる真っ最中で、友達の前で話して泣いてしまって寝れず食べれない日々だったけど、それではいけないと笑って食べて寝ることにしています。いつか上がれるって信じて、なのでやっぱり辛いことがあっても、前と考えを変えずに目の前では、皆の前では笑うをモットーにしています。ああね、辛いことあったんだ。なるほど。液体ウォーター、アズのブラックウォーター、いいよね。いいと思います。ももさん、いろんなことで嫌なことがあったり悲しいことがあったりだけど、楽しみながら前向きに過ごしています。ももさんも頑張って。細井さんです。楽しんでなんぼ。楽しいって言うと、キャッキャ、ウフフイメージだと思うんですが、辛い時も悲しい時もじっくり味わいます。いっぱい泣くけどね、それもまた人生の楽しみの一つだと、今になると分かりました。はい、ありがとうございます。トリプルでもダブルでもどっちでもいいよ、いいよ、いいと思います。ルンナさんです。誰にも限られ人生ありますよね。なら傷だらけになっても楽しんで生きていきたい。興味あるものに体当たりで楽しみながら生きています。ルナさん、ありがとうございます。クリームポードルさんです。今年は娘ちゃんの学校の PTA 役員をしています。特別支援学校なので、小学部、高等部まで幅広い年代のお母さん方と接する機会が多いので、挨拶をきちんとする、何事にも楽しんで前向きに取り組むことを心がけています。はい。マイさん、何事も楽しんで、気楽にって感じで、でも痛み、かゆみは楽しめないです。みんな大変です。俺、坂上二郎の先生っていう歌が今頭に浮かんできたよ。頑張れ、みんな頑張れ。ねえ。はい。マイさんです。お題です。占い師に、前世で悪人だったから不幸になる。ふざけるなって。ふざけるなと俺は思う、そんな。はい。そう、まあ、あれと一緒やんか、お前。幸せの壺を買えっていうのと一緒じゃん。はい、お題です。大人のあなたでも遊びたい遊具は何ですか。あればやっぱりあれなんや、運転じゃなくてブランコ。ブランコは孫と一緒に乗るかな。
滑り台腰が痛いです。おもろいけど、おもろいね。長い滑り台おもろいけど腰が痛くなる。ターザンロープ、ターダンです。マルタの平均台です。運転でー、今なら大安売り。困ったもんちゃんでーす。関東の方は遊具のない公園が多くなった。やっぱりほら、それ何か知ってる？管理者責任問われるから。で、結構今、その遊具が高いのね、値段が。値段が高い。はい。工事現場で見かける安全第一には、品質第二、生産第三という続きがあるお題です。いや、それはないよ。それは、舞さん言いすぎ。品質第二とか、生産第三っていう。いや、安全第一に行きましょうっていうのは、やっぱりね、これは大事ですけど、品質は大事ですよ。品質保証。これは今、そんな品質第二とか、いうの業者はないない。まあでもね、姉派みたいな手抜きするとこもあるからね。生産第三という続きがある。お題です。あなたが気になる続きは何ですか。気になる続き。その後が、はーい、はい、ありがとうございます。今日はポンナナさん、ルンナさんが6点でした。はーい、はい、ゆきちゃん、子供たちも昔より外遊びができなくなっちゃって、遊び方も下手になったしって。なるほどですね。藤井さん、こんばんはです。お疲れ様です。あ、藤井さんとゆきちゃんで思い出した。今日すいません、なんでだろうね、僕スタートしたってたつもりなんですよ。スタートを確認して他のページへ飛んでたんやけど、両方ともスタートしてなかったね。お昼のライブが残ってる。はい、ありがとうございます。お昼のライブ残ってるの、これ。終了さしてるんやけど。え、あ、こっち終了さしてないんや。はい、どっちもスタートしてなかったからあれやね。はい、藤井さん、今日は衝撃な事件が飛び込んできたですよ。チャットチャ、まあこれ火事の燃えてるとこはやめよう。ルンナが調子悪いって言うから、気分害される方がいるやろうから。ああ、残念ですね。チャットチャック、ベタ通りも燃えたみたいやね。バンコクで、チャットチャックで。はーい。
発想はこっからできるするわけじゃないし、他にも店あるからね大丈夫なんですけど、まあ僕もここで2軒本意にしているお店があるんで、ちょっとそれが心配で。スタートしたんやけどね、秘密基地ライブまだ今切り替えてます。8時間、はい、ありがとうございます。秘密基地のライブ終了しました。イミさんありがとうございます。一人ね、半年前にあそこへ店構えたばっかりやのにな。まあみんな大変やで本当に。生活かかってるからね。はい、ちょっと僕連絡してみたいんで、今日はもうこれで終了します。さっきおいちゃんにも連絡したんやけど繋がらんからね。あ、そうや、 M3A さんのお店もあそこや。 M3A さんの店もあそこや。